入荒ボスウェリア属植物の花、ボスウェリア属植物の樹木入荒とは、ムクロ樹木寒卵化ボスウェリア属の樹木から分泌される樹脂のこと。入荒の名は、その乳白色の色に由来する。古くからこの樹脂の塊を焚いて、高とし、または香水などに使用する香料の原料として利用されている。香以外にも注意薬、漢方薬としても用いられ、鎮痛。 止血、筋肉の連縮連休の緩和といった効能があると、される。また、多く流通している南アラビア地域では、唾液分泌の促進やリラクゼーションのために、乳香樹脂をガムのように噛むことがある。水蒸気上流で得られる精油は、食品や飲料に香料として添加される。また、香水にも利用され、シトラス系、インセンス様、オリエンタル系、フローラル系など、 様々な香水に使われている。ベンゼンなどの溶剤を使って抽出したアブソリュートは香りの定着剤として多くの香水に用いられる。入校が数千年にわたり宗教に利用されてきたことを鑑みると、孔として利用した際の芳香成分にはリラクセーションや瞑想に効果的であると考えられる。アロマテラピーに精油が用いられるが樹脂を燃焼させた。 菜の成分とは異なるため、香としての効能を流用することはできない。精油には強い刺激作用があり、産地や抽出法で成分が異なるため効能を一般化することは困難だが、香りを楽しむ目的で精油をマッサージなどと併用するのなら、アロマテラピーでの利用も有益であるかもしれない。精油の香りには興奮作用が、 樹脂を燃やした香りにはリラックス効果が見られるようである。精油は強力な抗菌活性を持つが、抗真菌作用は非常に弱い。ボスウェリア族の樹木はオマーン、イエメンなどのアラビア半島南部、ソマリア、エチオピア、ケニア、エジプトなどの東、アフリカ、インドに自生している。これらの樹皮に傷をつけると樹脂が分泌され、空気に触れて固化する。 一から二週間かけて乳白色から大々色の類的状の塊となったものを採集する。樹脂の性質は樹木の種類や産地によって大きく異なる。樹木は栽培して増やすことが困難で、これらの自生地の特産品となり、かつては同じ重さの金と取引されたこともある。現在も良質とされるものの商業的な生産は主にオマーンで行われている。 近年は火災、カミキリムシによる害、乱獲、乱開発、農地への転換などで急速に減少している。最近の研究では今後50年で約90%減少すると予想されており、持続は不可能と考えられている。入港は紀元前40世紀にはエジプトの墳墓から埋葬品として発掘されているため、この頃にはすでに大抵、 ととしててて利用されていたと推定されれいいた推定る古代エジプトでは神に捧げるための神聖な神として用いられていた。神に捧げるための神という点は、古代のユダヤ人たちにも受け継がれており、聖書にも神に捧げる神の調合に入行の記述が見られる。また、ベツレヘムでイエス・キリストが生まれた時に、東方の三博士がイエス・キリストに捧げた贈り物の中に入行、持つ 黄金がある日本にも10世紀には、勲功の処方内への記述が現れるため、この頃にシルクロードを通じて伝来したものと考えられている。日本正教会を含む正教会では、古代から現代に至るまで、方針例で航路で入港を頻繁に耐えて用いる。振り航路にも入港が用いられる。 香水などへの使用が行われるようになったのは16世紀に入ってからであり、入耕を水蒸気蒸留した精油や溶剤抽出物であるアブソリュートがこの用途に用いられるようになった。オリバナムの語源ともされるアラビア語、乳香はミルクを意味する語からの派生語。なお、アルマイナスはアラビア語の定冠詞である。別名フランキンセンスはコフランス語、フランエンセンス。 純正な勲行に由来する。ウィキメディアコモンズには入稿に関するメディアがあります。ありがとうございます。